となってしまいました。それではお呼びしましょう。東京都、墨田区から来てくれましたカッパの小太郎です。お願いします。東京都墨田区から参りましたカッパの小太郎です。今日はですね、小太郎くんが作文を書いてきてくれたということで、それをちょっと読みたいと思います。大和高田の皆さん、こんにちは。ワンダーランドです。カッパの小太郎です。小太郎は東京都墨田区北十間川の川っぷちに住んです。小学2年生のカッパです。小太郎のお家の隣にはスカイツリーがびっくりするぐらい生えてるんです。みんなはスカイツリー大きいねってびっくりしてるけど、小太郎はそうっすねってよく答えてます。だ、小太郎はまだ小学2年生なので、お小遣いは毎日30円です。小太郎は頑張って貯めたなけなしのお小遣いでありったけの新幹線を買って大和高田に来たのです。新幹線はありったけのスピードでビューンって走ってすごいですね。ところで今小太郎の作文を読んでくれてるこの男の人は宮下優真くんっていう人です。昭和54年10月10日生まれ、38歳です。いいやつです。今もありったけの勇気でこの作文を読んでくれてるだすから、みんな宮下くんを応援してあげてだすね。M I Y A S H I P Aグリーティングしてたら、宮下頑張ってねって声をかけてあげて出すね。以上、埼玉県草加市からやってきた宮下優真でした。ありがとうございました。最後は俺の PR でよかったのかな。帰ります。はい、宮下さんでした。ありがとうございました。ええの、ちょっと終わり、そういう感じ。ちょっといいの、いつもお世話になってるからぜひ PR してくれと。いい朗読劇でしたよ。PR、PR、よろしくお願いしますと。ありがとうございます。思い残すことはないのね、大丈夫ね。さあ、とんだ、一番最後のラストフィナーレステージでございましたけどもね、宮下さんありがとうございましたね。まさかのこの大和高田初日の一番最後のキャラ PR ステージの最後は宮下さんだったっていうね。宮下さんをセンターにグイグイ押す感じね。本当にね、カッパっていうのはね、えげつないことを思いつくんやなっていうのは今日のステージでしこたまね思い知りました。カッパルといいね、小太郎といいね。猫たちはもとっても可愛らしい。靴もねたくさん出てるので、よかったらホームページ、ツイッター等々ですね、チェックしていただければと思います。